安嶋京志郎です。お願いします。パンパレ引きますよ。ガチャ、いやガチャ引く前にだらだら喋ってないで早引きやと、いや喋るのが俺だよとな。そんな皆さん知りませんでしょうけど、喋るのが俺なんですよ、知ってください。引くんですけど、このね尺伸ばしをしたいんじゃないんですよ僕は。うん、皆さんにとってうだうだ言わせてください。いやもう日常における思考のリソースをこのガチャに取られたくないんですよ。でもこれやばくない？これもし当時引けなかったら俺のやつ何も意味ないんすよ。ギャンブルすぎない？いやでも第4弾で覚醒五条が出るんじゃないかと、まあ、噂は俺の中で持ちきりなんですけど、じゃああと10日くらい待つと。でその10日間俺何できるよって話なの。じゃあファンパレガチャ引きたいなっていう気持ちを我慢して生きてきて、そこまで我慢するかだが、まあ本質ですよね。俺がその何のためにファンパレのガチャを引くかっていう、まあ別にそこまで意味はないんですよ。いやでもここまでその無料の石を貯めてきてしまったからこそ、ちょ意味が生まれてしまってるというか、重みが出てきてしまったんですよ。重みが出てきてしまったから本当にどうしようって思ってます、ずっと。うん、どうしよう、ここで引く。いや俺は強いガチャが欲しいのか、当時が欲しいのか。まあ別にキャラクターにね、俺が欲しいのはこうギャグじゃなくて、ギャグじゃないですよ今から言うことは。全員扇を使いたいんです俺は。あと石氷竜ね。うん、ああいう死滅回遊のよくわかんないキャラクター、よくわかんないって失礼だな。うん、あと本当に使いたいのはあれね、善意仁一とか阿波坂二郎ね。うん、本当に使いたいのめちゃめちゃ面白いじゃん必殺技で、ね、やる気がないならそろそろ殺すが、シュンバフがかかるとかなってさ、ね、死ぬまで弱者を蹂躙するっていう必殺技とかさ、バチクソ面白いじゃん。どうなるんでしょうかね阿波坂二郎の呪術式、クソめんどくせえぞ雑魚キャラのくせに。うん、いやーでもマジで本当にそういう変なキャラクターが使えたらいいなって思うんですけど、そこまでファンパレはしてくれるのって思うんですよちょっとイントネーションおかしいんですけど、いやトレジャークルーズとかになると、まあそう、ここでね呪術廻戦の皆さんにワンピースの問題出すとちょっと怒られそうなんですけど、ワンピースだとなんとエピソードオブエースの小説のキャラクターが出てきます。ワンピース基地外の俺でも誰だよこいつって思う。いや読んだんですよ、ワンピース小説の中で唯一俺はエースの小説は読んだんですけど、エースのキャラにが出てくるんですよ。マジで知らんのよお前誰だよってなるんですよ。そいつらすらガチャで実装されてるんでね。まあワンピースって最近そのマニアというか、そういう側面、お前キャラクターがいっぱいあるから、そのね、そういうお前誰だよみたいなネタもできるようになったんですけど、最近それが許されてる風潮があるんですけどね。話が脱線しました。まあ俺は今したいのは、ちょっと最近雑談のキレが悪いと、まあ今日だけですけど、でまあ、ガチャを我慢してきてるんで俺は、それですよね。もう我慢したくない俺は。もし夜、まあ何属性が出るんでしょうね次、覚醒五条進化っていう概念がこのゲームにもたらされるのかね、キャラクターは進化できて、じゃあ行五条が進化できるようになるのか、それとも、まあ、覚醒五条を実装されるのかっていう話で、まあ覚醒、黙って覚醒五条引いといた方がいいんでしょうけど、俺はちょっと当時が欲しいとは言ってたものの、でも五条でもいいよなーって、別に何でもいいって、でもここまで来たらさ当時を引くしかないんじゃないかみたいな話はありますよね。どうする、いやそれは最初に決めてろよっていうね。何をお前とちょっと思っちゃいますね。何しに来たんだよ、まあ、冒頭長間だし、コムドットのね最初のトークじゃねえんだから、ごめんなさい、コムドットは見たことないんですけど、コムドットの最初のトークって長いっていう噂を聞いてね、ちょっと今ね入れさせてもらったんですけど、会話の中にワードとして。うん、そんなことはどうでもいい。でも引くしかねえよな、俺の思考のリソースなんか、思考っていうのはね、頭の脳内の、俺が気持ちよく生きていくために必要なんだよここでガチャを。でもそれが当時なのかっていう、でもゲンアタカー俺揃ってないんですよ。夜属性はまあ、ナナミンとかイタドリいるし、で行属性は釘崎いるし、でゲンだけなんですよ。ゲン属性だけが俺乙骨、まあ当然乙骨の前に後に始めたんですよ。ちょうど俺が始めた時が今年の1月とかなんで、ちょうど伏黒ガチャが終わったんですよ。領域展開伏黒のガチャが終わったあたりで俺は始めたんで、どうします、引きます、取っといた方がいい、どういう気持ちになると思う俺は。これでこれで、あーやっぱ五条、第4弾の五条めちゃくちゃ強いじゃんとかね、第5弾、もう下手したらハーフアニバーサリー第5弾まで行く可能性がある。おお、そしたら俺もうずっこけるわ。一旦金が出てホッとさせておいて、
でも俺そうなったらもうここで引くしかないよね。うん、どうする？ここで五条を引いていくっていうのは安牌だと思うんですよ。この回想残滓がねもらえるんですよ。で回想残滓がまあとりあえずコーラ2っていうのが、まあ、必殺スキルに発生、自身に行特性の余ダメージ 90% アップ付与という、まあ、なかなかに生かしたね強さ、なかなかに生かした強さなんですよね。で体術術式ともに 40% っていうね、まあ、これは上限突破完全にした状態なんですけど、まあ、なかなかに強いんじゃないですか、うん、まあ、そもそもな 90% なんで、これ釘先にも使えるんですよ、うん、釘先にも使えるってところがいいですよね。でも他に行特性って言ったら、あと俺はあの感情キャラしか持ってないんで、でも五条をやっといた方がいい気はするんですけど、でもやっぱ当時欲しい、当時欲しいと、当時来たら引くと、まあ、散々言ってましたから、まあ一人でね、別に動画にはしてないです、いや言ってたような気もするんですけど、当時引くべきか、引いときますか、引くことが善なんじゃないか、でもここで俺引けなくてどうするよって、その引けなかったことを考えるね、戦う前から負けることを考えるバカがいるかよって話で、当時欲しいよな、欲しい、まあ欲しい、当時欲しい、難しいな、まあ当時にしときますか。ゲンアタッカー持ってないから俺、そういう意味でも当時、ゲンどうする、ゲンアタッカーの五条ゲスト装されたら、まあ引きますか、覚悟決めて、そのたかがそしゃげですよ、腹くくれよと、俺は今日伏黒当時を引く、ちょっとね9分も喋ってました。これだけで収益化ね、高水準広告条件満たせますよ。まあ僕収益化できてないんで意味ないですけど、ただただバカみたいに長く喋ったキチガイなんですけど、おキチガイ言うのやめとけ、今うるせえんだから。はい、やっていこうと思います。引くぞ。これクソでもな、こうひどくないか、回想残滓ないの。でも俺やる、引けば勝ちだから。待ちます、来い、頼む、来てくれ来てくれ。さあ、なんと一番カス演出の経験権国戦ですよね。お SSR なんか出ました。SSR 2個出た、キモ。わこれを使うのは胸くわりけどな。今負け、全員負けじゃないですか、なんだお前。お同期練習いいな、マジで。まずは私だ、マキが出やがった、名前は手付きか。あ、強者のタワームで、あんま強くない、何か叶え、マキか、幸先悪いな、お前じゃねえって、お前が弱えから不死パパをもらおうとしてる。頼む頼む頼む、来い来い来い。あ、でも経験権、経験権来ますよ、どうよどうよ、おお、まあまあ、おおおお、 SSR、 たら SSR だ、役立てるよ、来い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 、何か叶え、これを、お前じゃねえかよ、胸くそ悪いけどな、またお前かよ、もう今じゃない、今じゃないじゃん、今やめてくれ、お前じゃねえかよ、怖えよ。よし、どうだどうだ、開けてくる、まあ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 いいよ、出てけん出てけん、おお、俺の術式虹なし、楽をつけろ、あれね、赤マンクラブ、俺の術式、俺の術式、カマルはもう貫突してんだよ、あれ、やめろよ、マキだけとか、はやめてくれ、せめて痛でるよ、福岡分、まずは私、やばい、残業は、あ、7人監督からだよ、奪える、順平、まずは私、
それ。やばい。来ない。来ない。難しい。おお、あ、虹残し。引き玉で。俺の術。福岡文庫。引き玉で。まずは渡っ。あ、こっちの時間。奪える。この時間使っちゃったんだよな。国戦、皆さん、あの国戦、アニメだと国戦になってる国戦。あ、虹男子、虹男子2個は？いや、ま、ま、何かキャラじゃない。あ、いつかの願いだと、まあ、まだいいよ。福岡文庫なこれ、深すぎの人持ってない。黒線かすった。なんかコマンド引っ付け。自身が回収発生し、自身に攻撃引き付けにいた。あ、まあ、これは引き付け最強だった気がするな。引き付けじゃん。優勝残滓まで使う、あ、優勝にしまで使わないようにして。最近ファンファレパレス。あ、経験権。経験権ってこんな感じなの。ドドンじゃないですか。あー、 SSR 回収だ。右回収だ。引き玉で。やばいねー。こうしてもう巻きだけで終わるとかやめてよ。あ、投げた。引き玉で。まずは覚えときな。お願いしますよ。あ、ちょ、今見えなかった。え、回数残滓キャラどっち？どっち？どうしても分かんない。残業は。あ、虹けだ。飛べ。犬ま。まあ、犬ま。確定してないか。まずは何かか。やばい。普通のパンチ。おーおおお。かけられるわ。これは期待できますぞ。引き玉で。俺の術。名前よ。俺の強くな。そっちの後ろ。ガキ向けの方。もう全員だね。ちょちょちょ。今、スチングロー。当たった。当たった。よかった。よし、ここでやめときます。いや、まあ当たったらね、やめる気だったんで。いや、当たった。うわ、すごいね。伏黒、ガキの伏黒とこいつが当たるっていう。いや、当たった。すげえ。伏パパが当たったよ。ああこうなんで人生報われたって思っちゃいけないよ。いや、でもこういうところで運使いたくないんだけど、俺人移植控えてるから。あんま、そんなこんな重い話どうする。フシパパ当たったけど人移植失敗しましたって返すよ。じゃあフシパパ、なんで急にそんな重い話すんだよ。
あー当たったー、やったー、好きにやらせ。やったということで当たったよという、いつもの俺ならとっくに、はあ、やった好きも鍛えられということで技した、うわこれで、それもね、石残せたのが良かったっすね、これ。石5回分？まあ、最悪、五条の実装まで余裕を持てるというか。え、これ一番良くない？俺が絵図で描いてなかったよ。頭で絵図では描いてなかった。俺が描いてたのは最悪しか想定してなかったよ、今。うん。当たらねえだろうなーって思って。それだけでしたね。こんないいことある？やだな。こんなソシャゲで運使い、いやでもその運を消費するという考え方を持つのはやめよう。運のいい人間は全てに運が適用されて、運は消費されることがない。そういう価値観を今決定しました。そういう考え方を持っている、運が消費されるという考え方を持ってるから良くない。運は常に適用される。うん。回ってきたぜ。人生俺のターンがよ、みんな俺の活躍ね見守っててくれよな、生温かい目で。じゃね、炭酸水でも飲んでね、祝杯の宴でもあげますわ。